めたからうおー、やっぱすごいね、なんかすごいね、サントロの気持ち悪いって言える。3、2、1。どうぞもう一回。3、2、1。はい、そうね。コスタイル。どっちがどっち？こっちが。はい。今使ってるのどっち？何球線？アルティウス。あ、じゃあ、フォルティウス。こすったら結構きついです。芝掛け？はい。褒めたからキュインキュインっていうよりかは、バインバインっす。バインバインが好きな人はいい。受けてみてどうでした？受けてみて、さっきの方がやっぱ安定してるって感じは。ああ、当たってる時はなんか結構ボールくるんですけど、はい、たまになんかこう来ない時はこれむずいっすね。いきます。うわー、めっちゃ楽。おいおお、やばい。めっちゃ音もいいし簡単ですね。ヒュイヒュイでビョーンって言うんです。マジっす。唯一やっぱちょっと軽いです、僕は。ああ、はい。それ何球線？これがアルティウス。はい。やっぱ軽いね。軽いですね。はい、なるほど。下から行っていく。はい、こう行っていく。はい。おお、今のやばい。打ってもゴール。あ、ずっとゴールね。気持ち悪い。お前やっぱすごいね、なんかすごいね。サントロの気持ち悪いって言える。ほんまに。あ、ごめんね。セルバーですか。気持ちよくはないですね。振って、でぐらい飛んでいく。ああ、ずっとおるって言ったもんね。それあげるわ。いらん。ありがとうございます。あ、ね。うわ、飛ぶな。普通にいいですね。音もいいし、やっぱ軽いですけど抜けそうっていうか、しっかりなんか自分の思ってるスイングでできないっていうか、軽すぎていつもよりインパクトが前になっちゃうんです。はいはいはい。だからそれ調整するのは結構きついです。9-5の方が良かった。いいですね。僕のはこっちの方が好きです。音は絶対こっちなんですけど、打ちやすさ。そうですね。はい。遠いですね。はい、どうでしたか？2本使いましたけど、やっぱラケットは分からんっすね。そうやな。はい、分からなかった。分からなかったです。ラケットラケットの、はい、ラケット。でも9-5の好きやったよ、チームは。そうですね。ショーは手なしの方良かったよな。彼の方がいいよ、やっぱ。そうやな。これに手なし張ったらまだ分からないですよ。ああ、そうなのか。なるほどな。手なしやっぱ万能やな。簡単っす。めっちゃ楽。まあよかったらね、これラケットね、購入していただけたら嬉しいなということでいいですか？嬉しいですか？いや、まあまあ嬉しいんちゃう、俺の後ろにおる人は。分かるんやけど、まあ一応情報の方だけね、概要欄に載せるんで、まだよかったら見てもらったらいいかなという感じです。じゃあそのところでバイバイで終わる。あれでいこう。あれ合わせて。3、2、1。じゃあそんなところでバイバイ。3、2、じゃあそんなところでバイバイ。完璧や。じゃあこれで水野のラケットゲットやな。イエーイ。散々散らかして。マイクありがとうございます。ありがとうございました。